オンラインゲームにはいつか必ず終わりが来る。俺たちの前にはサービス終了という避けられない運命があった。どうしてそこで諦めるんですか？レジェンダリーエイジは絶対に終わりませんよ。終わるものは終わるんだよ。どうしてアコはこんな時にだけ前向きなんだ。私とルシアの世界がなくなっちゃうなんて絶対に認めません。これからもずっと一緒ですからね。嬉しいけど、でもゲームがなくたって俺たちはずっと一緒だろ。ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った。終わりの時まで走り続ける22巻、11月10日発売。